さんこんにちは、日本すっぴん協会の佐々木です。今回はアイメイクの落とし方についてご紹介をしたいと思います。私はもともとすごくズボラでめんどくさがりな人間なので、昔はアイメイクもファンデーションもリップも全部いっぺんに落としていたんですが、ちょっといろいろと勉強していく中で、あ、これだとまずいぞということに気がつきまして、ここ数年はちゃんとポイントメイクリムーバーを使ってアイメイクを落とすようにしています。で、今回はなぜこのままだとまずいなと思ったのかという理由と、あと普段私がどうやってアイメイクを落としているかというところをご紹介できればと思います。なぜいろいろとこのままじゃまずいなと思ったかっていう理由は実は4つもありまして、1つずつご紹介したいんですが、まず1つ目は、いっぺんに全部落とそうと思うとマスカラだったりアイシャドウだったり、あと口紅だったりっていうのが他の部位にもこう広がってしまうというところがあります。結局その汚れを広げてしまうということになるので、それはすごくお肌に良くないよというふうにヘアメイクさんから聞いてから、ちょっと考え直すようになったというのがまず一つ目のきっかけです。で、二つ目はお肌に優しいファンデーションを普段使いたいなというふうに思って使っているんですが、どうしてもそのアイメイクをちゃんと落とそうと思うと洗浄力の強いクレンジングを選ばなきゃいけないというその矛盾がありまして、ちゃんとお肌に優しいクレンジングでファンデーションとか落としたいなと思った時に、やっぱりポイントメイクはポイントメイクできちっと落とすということが大事だなというふうに思いました。それが2つ目の理由で、で3つ目がこれが一番ポイントになるんですが、結局ちゃんとポイントメイクを落としていかないとメイクが落としきれずに残ってしまうということがあります。今日の夜皆さんぜひメイクを落とした後にやっていただきたいんですが、綿棒でこのまつげの際のあたりをちょっとこうなぞっていただくと、化粧水とかつけてなぞっていただくと意外に落ちてないということに気づくかなと思います。私も昔メイク落としをちゃんとやった後に綿棒でなぞってみたら、まだまだアイシャドウが取れたということがありまして、で、あ、ちゃんと落ちきってないんだということにそれで気づいたというのはまずあって、マスカラとかアイシャドウとかがきちっと落ちていないとまつげダニが増えてしまう原因になるということを勉強しました。まつげダニっていうのはそのまつげの毛根に住みつくダニのことなんですけど、日本人の5人に1人がまつげダニが住んでいるというふうに言われていて、まつげダニが増えてしまうと例えばドライアイの原因になったりとか、あとまつげが抜きやすくなってしまったりといった目元のトラブルがいろいろと起きてしまうそうです。まつげダニは酸化した油を好むので、そのメイクがきちんと落ちていないとか、あと目元の汚れがきちんと取れていないってなると、やっぱりこう増えやすい環境になってしまうということがあるので、目元のメイクをしっかり落とすというのはすごい大事なことだなと思います。で、4つ目なんですが、摩擦がやっぱり気になるなというところがありまして、マスカラとかをちゃんと落としたいなっていうので、こう目元をこうクレンジングでゴシゴシ擦ってしまうようなことを昔はしていたんですが、やっぱりそれは摩擦になって目元の老けにつながっていくというところがあるので、できるだけ優しくデリケートに扱うためにもポイントメイクリムーバーでしっかり落とした方がいいんだろうなというふうに思っていて、最近は使うようにしています。以上4つが私がアイメイクをちゃんと落とさないとまずいなと思った理由になります。ここから私が普段実際にどうやってアイメイクを落としているかというのを実践で見せたいと思います。まずポイントメイクリムーバーで使っているものなんですが、なんか私いくつか持っているんですけど、最近お気に入りで使っているのはもう皆さんご存知ですよね、ソフティモのスーパーポイントメイクアップリムーバーです。これはコーセーコスメポートさんのものなんですけど、コーセーコスメポートってたまにこのクオリティでこのお値段でいいのみたいな商品があるなと思っていて、先日紹介したナイアシンアミドが入っている美白のオールインワンのジェルもそうなんですけど、これも本当にメイク落ちがいいのにオーガニックの潤い成分が配合されていて、あとまつげの保護成分なども入っているというものになります。で、パチテスト、アレルギーテスト済みなので、お肌が敏感な方でもお使いいただけるかなと思います。で、これを使うか、あとビオデルマの
サンシビオ H2O、 こちらを使っています。メイクが濃い時はこっちを使うことが多くて、薄い時はこれを使うことが多いですかね。私はこのポイントメイクリムーバーを使う前に使っているものがありまして、それがこちらです。キャンメイクのクイックラッシュカーラーリムーバーです。要するにマスカラのリムーバーを使っています。とこれ以外にもヒロインメイクのものが好きで、ヒロインメイクは2本3本ぐらい使ったんですけど、これだけでも落ちる、フィルムマスカラだったら綺麗に落ちると思うんですが、ちょっと落とすのに時間がかかったりとか、なじませるのに時間がかかったりするので、私は最初にマスカラリムーバーをつけます。キャンメイクのこういうコーム型になってます。でマスカラリムーバーをまず最初に、置いている間にこちらで準備をしていきます。でこのソフティモはちょっとその乳液に近いようなとろみのある液剤なので、きちっとコットンになじませてあげないと目の中にちょっと入りやすかったりもするので、しっかりコットンになじませてあげてください。でもここからは皆さんよくメイク落としの動画などでは見たことあるところかなとは思うんですが、このように指で挟んでいただいて、まぶたの上に置いてしばらくなじませます。このなじませがちゃんとできないと結局何回もやらなきゃいけなくなっちゃったりするので、もうちょっと時間かけて目の際までしっかりなじませてあげてください。であまり力をかけないように、本当に置くぐらいの気持ちでいいと思います。深いでこれぐらいしっかり落ちます。もうあとはここから優しく丁寧に拭き取っていただくという形になります。コットンを折っていただいて、目の際とかはしっかり取っていただきたいなと思います。でより丁寧にやりたい方は、コットンをこう下に置いていただいて、マスカラを取るときは綿棒にこのポイントメイクリムーバーを染み込ませて、こういうふうに撫でるように取るとすごく綺麗に取れます。ちょっと私はその面倒くさがりなので、ちょっとそこまではあまり普段はやらないんですけど、より丁寧に落としたい方はそちらの方がおすすめです。こうやってちょっと挟んじゃうと、それでまつげが抜けちゃったりとかもあるので、で、これで終わりではなくて、今こっちの右目だいたいポイントメイク落ちたと思うんですけど、ここから目の際をきれいにしていただきたいと思います。で使うのは綿棒で、ちょっと先を潰していただいて、ちょっと平たくすると使いやすいと思います。でもちろんソフティモのこちらを使ってもいいですし、私はなんか目元の際はちょっとさっぱりしたものを使いたいなと思っているので、こっちの方を使っていきたいと思います。で一見落ちているように見えるんですけど、目元の際をなぞっていくと、まつげの間とかにもアイシャドウとかアイライナーが入り込んでいるので、ポイントメイクリムーバーで全体落とした後でもやっぱりこれぐらいの汚れはつきます。なのでこれでしっかりと目元のまつげの際の汚れを取ってあげてください。これをすることで目元を清潔にてると思います。こんな感じですね。これで今右目のアイメイクを落としました。もう片側も同じようにアイメイクを落としてから、お肌はなんか自分が好きな心地よいクレンジングをよく使っています。クレンジングが結構合わないものがあるという方に関しては、いつもお使いいただいているクレンジングをコットンに含ませて今のような工程をやっていただけるといいかなと思います。
で最後にさっきまつげ何のお話をさせてもらったのでご紹介したいんですが、アイシャンプーになります。 MP アイクレンジングのリフレッシュになるんですが、これ目元用のクレンジングになっていまして、メイクを落とすものではなくて、メイク落としをした後にこれで目元をこうくるくるとまつげの生え際とかをマッサージするように洗っていただくんですが、これでまつげ谷のケアができます。1週間ぐらい使えば確かまつげ谷がいなくなるじゃなかったかなと思います。すいませんちょっと曖昧なんですけど、確か使い続けることでまつげ谷がいた方がちゃんといなくなる、まつげ谷のケアができるものになっているので、まつげにフケがついているとか、あとよく物もらいができるとか、まつげがすごく抜けてしまうという方はもしかしたらいる可能性があるので、こういったアイテムを使ってまつげのケアをしていただけるといいかなと思います。まあ正直めんどくさいはめんどくさい工程ではあるんですが、でもやっぱり毎日のことなので、くすみのない目元であったりとか、あと豊かなまつげを目指すためにはやっぱこういったちょっとした手間暇が必要なのかなというふうに思っているので、いっぺんに全部落としちゃっているという方はぜひちょっと参考に、せめてまつげの際だけは綿棒とかで綺麗にするっていうことを習慣にしていただけるといいかなと思います。以上アイメイクの落とし方についてのご紹介でした。今回の動画が面白かった、ためになったという方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。